しました。王者の強さを見せつけてやる。負ける要素は何もありません。徳山雅治です。この放送はアイフルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。セクシーニューアンドウェイ得する選手同士の対決となった。 WBC 世界スーパーフライ級王者徳山雅治、自ら在日3世であることを公言。祖国は一つを合言葉に、自慢の右ストレートでこれまで3度の防衛を果たした現代のニューヒーロー。前回は最強指名挑戦者ベニャドサを破り、今まさに乗っている。今回は負ける気しないですね。僕の右ストレートかなり切れてるんですよ。 KO 決着間違いなし。チャレンジャー龍光和弘、アマチュアで110戦のキャリアを誇り、プロ転向後の A 級トーナメントでは元 WBA の世界王者セレス小林を破り優勝。日本東洋太平洋のダブルタイトルを獲得し、見えない右フックを武器にラストチャンスにかける。技術的にはもう五分と五分やと思ってるんで、実際僕劣るところないと思ってるし、ギリギリでやってるところを見てほしいなと思うし。2人の意地と意地が今激突。 KO 必至のこの一戦、勝つのはどっちだ。ノーマルなんてつまらない。オートバックス。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、横浜アリーナから生中継です。チャンピオン徳山、4度目の防衛なるか。チャレンジャー流行は最初で最後のチャンスに挑みます。これからコミッショナー宣言です。コミッショナー宣言、ただいまから行われます WBC 世界スーパーフライ級。今回チャンピオンは白をカラーに選びました。チャンピオンカラー、そして流行は真っ黒のコスチューム。この辺り対照的、右手を上げてお客さんにパワーをもらっています。流行和弘、そして徳山の背中、道県勝歩の文字が光っています。道は険しくとも笑って歩いていこうという本人が考えた四字熟語、今回もこれがテーマです。さて放送席ゲストからご紹介しましょう。ゲストは川村隆一さんと竹内力さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、川村さんは流行と同じジムでトレーニングされて、はい、今日はまあ友達代表という形でもありますけれども、はい、流行の表情どうですか試合前。随分今回はまあ減量もいつもきついんですけど、はい、元気だと思いますよ。そうですか、はい、さあそして竹内さんは徳山の地元大阪南の帝王ですから、はい、世界戦初めてと聞きましたが雰囲気どうですか。そうですね、圧倒されますね、すごく、はい、もうチャンピオン の, あの高橋さんがね、ぜひとも大阪のパワーを送ってくださいね。さあ両選手のコールです。ただいまより WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。まずはチャンピオンです。これまでで最高の仕上がりだと話すチャンピオン。東京都大田区出身、115パウンド28戦25勝 6KO 2敗1引き分け、金沢ジム所属 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン。
ションです。懐の深さ、洞察力、そして勝負度胸、得意の右ストレートは今綺麗に切れまくっています。京都府京都市出身、待ちに待ったチャンスがやっと巡ってきた龍光です。13勝4KO1敗3引き分け、チャイナクイック渡辺支部所属、 WBC 世界スーパーフライ級王位チャレンジャー龍光和弘。技術は五分五分、チャンピオンに劣っているところは何もない。アマチュアエリート、これが最初で最後の挑戦と決めています。ランキング5位の龍光和弘です。レフェリーは日本の桑田和正さんです。日本のジムの選手同士の世界戦はこれが17回目になります。過去チャンピオンの14勝1敗1分け。左チャンピオン徳山、右チャレンジャー龍光。いよいよ始まります。WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。徳山の4度目の防衛戦です。今ゴングが鳴りました。さあどういう展開になるのか。4度目の防衛のチャンピオン徳山は今回の展開は龍光の出方次第と話していましたが、まずは龍光がどうしてくるか。左ストレートを伸ばしてきました。サウスポースタイルの龍光です。さて解説は世界チャンピオンのお二人です。まずは沼田義明さんです。よろしくお願いします。まあ徳山本人が言っていましたが最高の仕上がり、はい、沼田さんもそうご覧になってますね。まあ、そうですね、サウスポー対策をその万全な、ね、調整していると思いますよ、はい、それとですね、その左ですね、ちょっとそのガードを下げながら、はい、いわゆるそのフレントを右で打ちまして、はい、相手が打ってくるとかその右のね、このカウンター、はい、この右のカウンターのパンチというのは非常にその伸びがあって、はい、いわゆるその強烈なパンチだと思いますね、はい、これが決まるというダウンもあると思いますね、はい、そこがポイントです ね。左ストレートを龍光は伸ばしていきました。徳山は左です。龍光ですけどもね、はい、いわゆるその右の使い方ですね、はい、これによってその左を十分、はい、やはりその左のカウンターですね、はい、どう生かすことができるかってことでしょうね。龍光も打っていこうとしますがなかなか入っていけません。さあそしておっと右ストレートが伸びました。徳山、そしてもう一方は大橋秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大橋さんはチャレンジャー龍光の13ヶ月ぶりの試合というのを不安視してらっしゃいましたがどうでしょうか。そうですね、やはりまあその間13ヶ月の間に徳山君はね、韓国に行って防衛したり、はい、まあ、強敵ペニャローサをね接戦の末、防衛しますから、はい、まあその辺の1年間のその差ですよね、その辺がちょっと、ね、心配なんですけども、はい、逆にまあその1年間の休みで龍光君の疲れが取れて、はい、今ベストコンディションで、まあ、今ね今感じでは来てる感じしますよね、はいはい、ストレートを伸ばしました龍光。とてもっと左、やはりこの両者ボクサー同士で戦う距離が同じですんで、この力のこもったパンチを打つ距離が同じなんですよね。ですからお互いこの試合は戦いやすそうな、そんな感じですね。戦いやすそうですか。そうですね。ただ徳山君は逆にあの前回のペニャローサ戦のような接近戦に来る相手にねちょっと苦手な面があるんで、今日のようなアウトボクサー同士っていうのは、まあ龍光君もそうなんですけどお互い戦いやすいんじゃないですかね。前回のペニャロサ戦では1ラウンド2ラウンドと自らチャンピオンなのに出ていった徳山でした。まあ作戦があってないようなものだという。ああ右ストレート、右ストレート、はい、徳山なんですけどね、いやそのじわじわですね、前に出てプレッシャー抱えてですね、膝出しながら相手の打ってくるとこ、いやその右ストレート、また右のカウンターですね、このパンチ発想を、ね、狙ってますよね。はい、まああの龍光もそうなんですけども、はい、いやその右ジャム使いながらですね、相手の入ってくるとこ、いやその左のカウンターですね、もしくはその右のカウンター、このパンチは狙ってますよね。そうですね、お互いにこのフェイントの掛け合いという感じ で、ね、はい、大橋さん高度な試合ですよね。そうですね、右ストレート、この距離のね、この取り合いでもね、そのパンチというよりもこの距離の取り合いで、緊迫したその場面がありましたね、非常に1ラウンド見応えのあるフェイントの掛け合いという形で終わりました。第1ラウンド終了です。両者がグローブをポーンと合わせました。さあ今日は両陣営のリポーターも世界チャンピオンのお二人です。井岡弘樹さんと薬師寺康英さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井岡さんはですね、はい、徳山さんが移籍する前のグリーン津田ジムで先輩に当たりますよね、はい、そうですね、元々ね、先輩なんですけど、まあ、試合もしましたから。1ラウンド見てどうでした。そうですね、いつも通りジャブがね速くスピードありますね、できてますね、はい、はい、さあそして龍光サイドは薬師寺さんにお願いしておりますが、はい、薬師寺さん、龍光、はい、の1ラウンドの動きはどうでしたでしょうか。そうですね、ちょっと逆回りかなと思ったんですけども、
体は切れてますね。大丈夫です。切れてますか。はい、今後あの前半のラインラウンド5ラウンドまでがちょっと見ものですね。というのは行くかなという感じですか、リュウコウが。そこから仕掛けていくと思うんですよ。はい、それが見ものだと思います。なるほど、わかりました、はい、この後リポートよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ、リュウコウがこの辺りから出ていくのか。沼津さん、はい、第1ラウンドはこう様子を見ているという感じもありましたけどね。まあ、そうですね、お互いにその中間距離でね、はい、保ちながらその相手 の, その攻撃を牽制しながらですね、はい、あの戦っていたですね、はい、まあ、この動きはおそらく変わらないと思うんです。はい、右時山右、挑戦者のリュウコウがですね、いや、その挑戦者らしく、いや、そのこの位置ですと右左時山のね、はい、ケースだと思いますから。はい、終わりました。このラウンドすごいですね。まあ、右ストレートを2発と、左のアッパー組のストレートですね、はい、いいパンチ今捉えましたね。右フック、右ストレートを意識させて今右フックですね。リュウコウまで左、ちょっと頭が当たりましたか。バッティング、はい、リュウコウが痛そうな顔をしましたが、徳山君そのサウスポー苦手と言ってるんですけども、はい、まあ、この名護戦ペナロサ戦とね、2つの世界戦サウスポー相手に防衛してますから、はい、その辺の自信っていうのはちょっとね今伺われますね。本当にサウスポーが苦手なのかなという感じになってきましたね。逆に得意なんじゃないですかね。そうですかね。本人は自分の力がサウスポーだと半分も出ないんですけどと話してましたが、まあ、サウスポーに有効なね、はい、右ストレートをね今出すんですよどんどん。はい、有効も左ストレートを伸ばしますがちょっと当たりません。これでね、徳山の右ストレートですね、はい、決まるとなかなか龍子は攻めにくくなるわけですよね。そうですね、先ほど薬師さんからはですね、前半出ていくんじゃないかという話だったんですが、あの右ショット左、今のは思いっきり持っていきました龍子です。まだ龍子君ちょっと得意の右服はね、はい、まだ出てないですね。そうですね、まあ、ですから、まあ、徳山君今どんどん出てますから、はい、カウンターを今狙ってるんじゃないですかね。はい、右ストレート強烈です。竹内さん、徳山の右ストレートすごいでしょ。入ってますね。ねえ、強烈です。一方の川村さん、はい、有効ちょっともらってますが、多分ね、カウンター狙ってると思うんですよね。はい、待ってると思います、はい。まあ、作戦ではある程度こうもらう形で相手を誘うというような話もしてましたからね、そのあたりでカウンターを狙って徳山が打ってきたところ、龍子の右フックっていうのは一発で倒すパンチ、はい、タイミングがありますからね。おっと龍子が右のストレート、はい、徳山の右ストレートが速すぎるわけですよ、そのためですね、左も右も出ないわけですよ、はい、本当はもう少しその手を出したいんですけど ね、 そ, うですね、その辺ですね、時はうまくですね、相手 の, その攻撃を許さないですね、はい、この辺はこのズルクセうまいですよね、逆にですね。あ、なるほど、チャンピオンの老快さ出ています。龍子が左、左ストレート入った。龍子も打ち合う、打ち合う、打ち合う、左左ストレート、時計は右から左、おっと打ち合いだ。第2ラウンド終盤、打ち合いになってきた。龍子左ストレート、いい打ち合いですね。龍子、はい、の左ストレートも入ってきました。さあ、時山はちょっと左でフェイントを入れて攻めていこうとしますが、右から左を持っていきました時山。右ストレート、右ストレート、さあ打ち合い、お互いにいいパンチが入りましたが、このラウンドの序盤は徳山が入れていました。後半になって龍子が入れてきました。打ち合いの様相です。第2ラウンド終了。龍子の強さはアマチュアでの豊富なキャリアと、過去に元世界王者のセレス小林を破ったこともある相手の死角をつく強力な右フック。そして足を使うのか打ち合うのか、予想させないクセモノ的なボクシングにある。さあ、第2ラウンドの後半に龍子が前に出て打ち合う様相になってきました。さあ、第3ラウンドはどうでしょうか。徳山が先にパンチを当てました。右から左を持っていきました徳山、今度は左アッパー、これ大きなパンチ、右ストレート。大熊さん、はい、体ジムのサイドなんですけど、はい、横さんですね、はい、どうですか。徳山選手の右ストレートもっと狙いって言ってますね。もっと狙い、 セコンドからですね、右ストレート持っていけという指示が出てますね。はい、はい、まあ、この徳山はですね、井岡さんに勝ってから快進撃が始まってるんですが、はい、チャンピオンになっての成長度どう。そうですね、やっぱり強くなってますよね、パワーがついてますからね。パワーですか。はい、それと体の動きが速いですから、その動きについてこれてないですね。あ、龍子が、なるほどね、はい、さあ、一方の龍子サイド薬師さんどうですか。はい、あのね、龍子サイドなんですけども、特に右をもらわないようにと、徳山の右をもらわないで注意ですね、はい、それで僕が見たから、あの目なんですけども、かなり徳山力が入ってますね。そうですか。逆に龍子が結構やるんじゃないかと思ってると思うんですよ。なるほど、なるほど、なんでペースは今はまだ分かんないですけど、はいはい、今からだと思いますけど。なるほど、なるほど、はい、でも薬師さんの言うように龍子も打ち合ってきました。試合は第3ラウンド、はい、
まあ、リュウコですけどね、その公開練習の時、はい、左ガードが非常に低いわけですよね、はい、ですからの徳山の速いミニストレートですね、このパンチもらうんじゃないかな、あの女そういう風になってきたんですから、ね、そうですね、右もらっちゃいますね、左カードしっかりしてですね、はい、右一歩ちょっとストレートを狙いすぎですよね、はい、その左右を使わなきゃいけないですね、右リュウコですか、リュウコですね、あジャブを使いたい、はい、なるほど、はい、ジャブからそのミニフックですね、はい、徳山の方は大橋さん、ジャブがある程度出てますね、はい、そうですね、やはりリュウコ君、その徳山君の右ストレートを意識してますからね、はい、逆にその左ジャブを使うと非常に有効になりますよね、はい、リュウコの左ジャブと右ストレート、もうこの距離は完全にね、うん、徳山の距離ですからね、そうですか、まあ右と左ということで距離がポイントになるとは両者話していたんですが、徳山の右ストレートがぐーんと伸びてきます、徳山君の右ストレート非常にね、はい、見にくいんでしょうね、はい、ね、はい、まあ来るのは分かってるんですけども、ちょっと反応ができてないですよね、龍光は徳山の右ストレートが自分の右服かと言っていたんですが、ここまでは左ストレートですね、大橋さんね、そうですね、右服ちょっとほとんど出してないですよね、出せないんでしょうか、そう、もしかしたらそのカウンター一発をね狙ってるんじゃないですかね、あは、まあ、あまり右服を対応しますと、はい、まあ、徳山君考えいいですから、読まれてしまいますから、なるほど、まあ、ここぞという時に、まあ、取ってあるというか秘策のパンツとしてあるということですか、はい、あーっ、この距離で戦うと、はい、そのリュウコは苦しいですよね、ただリュウコの左も入ってますよ、そうですね、はい、まあ、昨日お互い計量の時に見たら、ちょっと減量お互い苦しいのかなと思ったんですけども、そんな感じでした、まあ、今日お互いベストコンディションに仕上げてますね、はい、今のは強烈な左のジャブでした、徳山の左のジャブ、右ストレート、ちょっとリュウコが抜け取りました、徳山の強さはノーモーションから繰り出す脅威の右ストレート、そして前回の指名試合をクリアしたことで備わった王者としての風格と自信である、王者としての自信、そして余裕というのも今回調整の段階から沼さん感じましたよね、まあ、そうですね、まあ、2ラウンド3ラウンドもですか、はい、まあ、徳山の余裕がちょっと出てきたようなね、あ、そうですか、それとそのもう感じのね、完全にその徳山の距離で戦ってますよね、ただ龍光の左も大橋さん少し当たってる感じもしますけどね、そうですね、カウンター気味でニア使い取られてましたが、はい、その後ね右引くの返しがね、はい、ちょっと欲しいんですけどもね、大橋さん、はい、右ストレート、はい、どうぞ、チャンピオンサイドですが、はい、岡さん、はい、龍光選手の左ストレートだけを気をつけると、ははそういう指示と思いますね、左ストレートだけですか、はい、それだけを気をつけると、はい、硬い右が飛んでいきました、徳山また右ちょっと力を入れて、大橋さん打ってますかね、そうですね、はい、今ね右ストレートの速い右から力を込めた右の腹気味のパンチですよね、はい、右ストレート、はい、緩急つけた攻撃してますから、はい、非常に徳山君クレバーですよね、はい、ちょっと龍光が入れません、龍光が入れません、まあ、川村さんちょっと苦しいですねこれね、そうですね、うん、一発でも狙ってると思うんでね、うん、もう一歩入ってほしいですね、もう一歩ですか、うん、もう一歩入らないと、ね、やっぱり、ね、徳山君左のガードが下がり気味なんで、はい、このリンクを、はい、狙いやすいとこなんですよ今ね、なるほど、まあ、徳山のこの左のガードは下がりますが、沼津さんあれはフェイントでうまく使ってるという話、ね、はい、まあ、そうなんですよね、フェイントうまくですね、使って相手の入ってくるところ、いわゆる右ストレートですね、打ってますから、非常にその考え抜いたね、作戦で戦ってと言います、はい、まあ、それが逆にその構想してると思いますよ、はい、ガードが下がっていると指摘は分かってるんだけども、それを上げてしまうと自分の良さがなくなってしまうと、はい、左ナッパーから右です、逆にですね、龍光のその攻撃の的をね外してるわけですよ、完全に外されてますよ龍光の、はい、徳山の右ストレートよく当たっています、ちょっと龍光をもらってはいけません、奥間さん、はい、龍光サイドです、はい、お願いします、ですね、会長からタイミングがまだ取れてないんじゃないかと、それからもう少し接近して打てっていう風なんですけども、接近して、なんですけど、徳山の持ち味としては、この距離感の取り方っていうのがすごくうまいんですよね、龍光がちょっと戸惑ってるっていうのが見えますね、こちらも、なるほどね、はい、入るにも入れない、そしてどうしようかという龍光の感じは見受けられます、左ストレートを持っていきましたがまともにはなりませんでした、まあ、逆に徳山の右、はい、左ガード徳山下げてですね、はい、あれうまくフェイントを使って入ってくるとその右ストレート、はい、間に合わないとうまくその左フックを回しておきますからね、はい、まあ、今のところ重時代な、ね、ボクシングしてますよ、はい、左アッパーから右です、まあ、でも大橋さん、徳山のこの主導権の取り方というか距離感というか独特の間というかすごいですね、やっぱりね、そうですね、やはりこれはもう、今日でも世界戦5試合目なんですけども、はい、まあ、その辺のキャリアっていうのはその目に見えないね、数字には出ない、そういうキャリアの差っていうんですかね、それがちょっと今出てますね、今のところね、竹内さん、はい、ここまでどうご覧になりますか、
いやチャンピオンやっぱよく見て打ってますよね。よく見てますか、落ち着いてますね、流行はこのラウンドちょっとどうしようかという部分も見られますが、さあもうこのラウンドも時間がなくなってきました。右から左、トキヤマ右、流行も左ストレートを打ちますが、なかなか流行うまくいきません。チャンピオン徳山は在日朝鮮人3世です。自ら在日を公言して世界チャンピオンになった初めての選手。ただリング上では国籍は関係ない男1対1の戦いと話しますが、先ほどのラウンドはいいパンチが大橋さんたくさん入ってましたね。そうですね、やはりちょっと今日の2人は、まあ、テクニック的には、ね、互角だと思うんですけども、はい、ちょっとこのスピードの差があるような感じしますね。スピードの差ですか。そうですね、それは体のスピード、パンチのスピード、まあ、両方ですね。なるほど、まあ、それに加えて徳山君のその、まあ、自分で言ってるその七色のフェイントですか、はい、このフェイントっていうのは非常に生きてますよね。いや沼さん指摘ありますけども、はい、本当に左の使い方がうまいですね。全くそのフェネラル動作とやってですね、はい、この経験を十分生かしてますよね、はい。まあ、あの試合に勝ったのが本当にとてつもない自信と本人は話しましたから、まあ、有効の左、ね、はい、その前に今日名護ですね、これも大きいと思いますよ。はい、まあ、流行との戦いが決まった徳山はまたサウスポーなのと思ったそうですが、もうサウスポーを気にしないという戦いぶりを見せています。まあ、これだけね サウスポーでやって、自分の持ってる力十分出し切ってると思いますよね。そうですか、本人はそれでも半分しか出てないって言ってるんですよね。まあ、あのただですね、流行ですね、その攻撃のリズムがつかめてないと思うんで、リズムやっぱり少しその頭の切り替えした方がいいと思いますからね。先ほどあのリングサイドから薬師さんも話がありましたけども、距離感とかこのタイミングがうまくいってないようですね。ですからね、いわゆるその右のジャムなりね、右ストレートフックですね、当たらかけないですから、それを有効に使って、やはりその左ですね、踏み込んだその左、カウンターのパンチですね、そしてそのパンチを当てていくというのがまず大事だと思います。流行、のパンチを徳山はかなり見えてますね、大橋さんね。そうですね、あの左ストレートっていうのをもうちょっと見切られてますよね、ですからそれをボディに持っていくか、フェイントをかけていくか、ちょっと流行工夫がちょっと欲しいですね。なるほど、ただ右のパンチがあまり出ないのが非常に気になるんですが、そうですね、まあ、もしかして痛めてるのか、ちょっと気になるところですね。井岡さんどうぞ。徳山選手のフィアンセのチェインスさんからのコメントで、はいはい、今回の動きはとてもいいと、もう彼女勝てるわと信じてますと言ってますね。なるほどね、3年前の12月リング上からプロポーズした話は有名なんですが、徳山は彼女なくしてチャンピオン徳山はないという話をしています。非常に仲のいい2人。徳山君こうして見てますけど、ペナローサ戦の時とも別人のような動きですよね。あ、そうですか、なんか自由自在に動いてるという感じですか。あの落ち着いて自分のボクシングをするって感じですよね。なるほど、さあよく見て、あ、右ストレートがまた当たりました。本当に竹内さんが指摘されたようによく見えています、よく見ています。また右ストレート、右ストレートの角度がちょっと違うんですね、沼さんね、いろんな角度出ますね。まあ、そうですよね、まあ、それとですね、もう有効のですね、左ストレートしか打てないですから、その完全にも読み切った攻撃ですよね。なるほど、この辺の読みがすごいと思いますよね。だから心配なのは右のパンチが出ないことなんですが、有効が13ヶ月試合が空いた原因が右肩を痛めていたということもありました。そのあたりもう完全に治ったという話ではあったんですがね。ただこの試合見る限りまだね、はい、力のこもった右腹一発も出てませんからね。そうなんですよね、もしかしたら痛めてるのかちょっとその辺心配ですね、はい。まあ、そのために逆に温存しているのかもしれません。右から左です。そして打った後はもう左と体をかわして、流行の前にはいない戦いぶり、チャンピオンにいい戦いぶりを見せています。瀬のチェ・インシクさんが今日は心配そうじゃないのか、非常に動きがいいと先ほどリポートが入りましたけれどもね、徳山はそろそろ結婚しないとなというコメントもありました。まあ、リング上からプロポーズしたこの徳山ですから、もしかしたら今日勝った後何かがあるかもしれませんが、さあ試合は第6ラウンド中盤に入っていきます。ここまでは流行の動きがよく見えているというチャンピオンです。まあ、あの何発かね、はい、流行の左ステルと当たるんですけど、その後のそのフォローその右フックが出ないわけですよね。そうですね、左ストレートだけだと読まれてしまう部分はあります。そして左ストレートも徳山かなり読んで当たらなくなってきました。右、徳山の右が当たります。とにかく今自分の右ストレートは綺麗に切れまくっていますと、これが
まともに当たったら倒れない相手はいないでしょうと徳山話していたんですが、ボディを狙ってきました龍子。ちょっと先ほどのラウンドからボディを狙う場面もありますが、右から左を当てます。徳山左アッパー。龍子君、この徳山君の右ストレートを警戒すぎますと、はい、左がこの左ジャブできたり、アッパーできたり、非常にあのパンチで邪魔なんですよね。なるほどね。その点が非常に戦いづらそうですね。はい、右、右から左。ちょっと来ましたかね、今の今の右は強烈に入りました。龍谷君もちょっとね、まあ、温存してるかどうか分かりませんけど、右服をちょっともう打ちたいところですね。勝負かけたいですよね、はい、ただこのタイトルマッチちょっと動きが良くなくなってきました。龍谷、龍谷はこの試合伝説に残る試合にしたいと話していました。やり引っ込みました徳山。徳山君の方もパンチ当たりますんで、力を込めたパンチを打ってきてますね。なるほど、まあ、チャンスがあったらもう KO を狙ってるようなパンチですね。とにかく龍谷は伝説に残したい。もし倒れても何度も立ち上がる。右ストレート。まあ、とてもこの辺で、ね、チャンスですからね、一気に行きたいと思いますけどね。逆に左ストレート、まあ、龍谷の左ストレートだけ気をつければね、なんとかね倒せるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、ちょっとその警戒心が強すぎるんですね、徳山がですね。徳山がまず強いということですか、そうですね、警戒心がですね。なるほど。それはその龍谷のやはりその左でしょうね。左が打ってくるところにカウンターですね、これを怖がってると思います。はい、右ストレート、左。そうですね、やっぱりあの徳山さん の、あの前の手がすごく長いんでね、懐も深くて右も残ってるんで、自分の距離でやれてないですね。そうですね、最初からそうですね、今日はね。逆に徳山君の方もね、龍谷君が右へ打ってこないんで、まあどうしたのかなって感じで戦ってると思いますよ。そうですね、そこは非常に不思議がってると思います。右ストレート。まあ逆にそれがまだ警戒してるのかもしれませんよね。龍谷の右フックは強烈です。しかしまだほとんど打っていません。出してほしいですね。出してほしいです ね。最後の最後に取っているのか、右肩の調子はどうなのか。まあ、徳山君はその前半でそのパンチのタイミング全部読んでますから、ただ右服のタイミングというのはまだ読めてないんですよね。なるほど。ですからその当たるチャンスはあるんですよね。その当たりを警戒している徳山、このラウンドはまともに右ストレートを入れました。さあもう時間がありません。左フック、左左といい形で体が動いています。徳山、相手が出てくるところをパンチを入れます。カウンターをうまく取ります徳山。龍谷は左ストレートだけ。徳山前半いい形で終えました。陣営の大きなコールが続いていました。チャンピオン徳山正盛、ご覧のようにシューズには証券同歩と入っています。険しい道でも笑って歩いていこう。そしてもう一方の靴には要は気合というコメントも入っています。同剣勝歩という文字が入っている徳山正盛。さあ後半に入っていきます。龍谷、先ほどのラウンドはちょっとまともにパンチをもらいました。このラウンドはどうでしょうか。ちょっと足を使ってきてますか大橋さん。そうですね、まあ、リズムを取り直してきてるんじゃないですかね、はい、本来龍谷はスピードとリズムのボクシングの選手です、まあ、そのあたりからかなり打ち合うスタイルにも変わってきたんですが、さあ後半スタイルを変えてくるのかどうか。大久保さん、はい、チャンピオンセコンド側ですけど、まだゴーサインは出てませんね。なるほど、この感じでいけと言ってます。なるほど、でももうゴーサインが出るぞという感じのセコンドの雰囲気なんですよ。そうありますけどね、まだ出してませんね。なるほど、はい、さあ一方龍谷サイドの薬師さん、はい、どうですかセコンドは。僕も見てて右を痛めてるんじゃないかなと思ってたんですよ。で周りのお客さんも右が出ないから痛めてるんじゃないかって言ってたんですけど、あの会長から言うには狙いすぎだそうです。狙いすぎです。狙ってるそうです。なるほど、右を狙ってる、はい、今後期待したいです。はい、今は左ストレートが当たりました龍谷、まあ龍谷が右一発狙うことは苦しいと思いますよね、まあ、ただその龍谷にしても徳谷にしても、いわゆるボクシングはタイプは似てるわけですよ、はい、ですからその流れを変えるための龍谷はですね、接近戦やると、これもちょっと無理なわけですからね、このままの戦いのペースを何とか持っていかないと、はい、龍谷でも強引に前に出てくる、今ですねバッティングだと思うんですけど、徳谷君目切りましたよね、血が流れてきてますね、はい、左の眉間のあたりでしょうかね、ここでペース変えられるチャンスありますからね、龍谷君一気に行きたいんですね、はい、右。さあ徳山がいい形で進めています。南の帝王の竹内さん、はい、応援団長としてもいい形で進んでるんじゃないですか。いや、すごくいい試合ですね、ちょっとバッティング痛いですねこれね、ちょっと切ったのは気になりますね、これね、血が少し流れてきています。流れ変えたいですね龍谷、この辺で
さあどうやって流れを変えるのかということになりますが、また右ストレート、でもあまり狙いすぎでしたらね、はい、ちょっとこのペースもったいないですよね。まあ、左もらいます、どんどん打ってった方がいいんですけどね、はい、まあ、僕この、 試合ね、最初1ラウンドから龍谷君右服を強振していくと思ったんですけどね、はい、まあ、左ストレートを主体に攻めてるんですけど、ちょっと予想外な展開でしたね。はい、なるほどなるほど、また頭が当たりました、まあ、右と左ですからバッティングはある程度はあるかなと思いましたが、徳山が右ストレート、強烈な右ストレート、しかし龍谷もその後左ストレート、しかし左と体をかわされます。この辺りスピードの違いも出ています。スピードの違いもありますよ、はい、完全その龍谷の動きをね、読み切った戦いしていますよね。強烈な右ストレート、今龍谷君右もらったんですけど、右服今ね打ちましたね。打ちましたか、はい、あのタイミングでいいんですよね。あのタイミングで強く打てば、はい、徳山君にダメージ与えられると思うんです。なるほど、龍谷はちょっと右服は少ないんですよね、はい、なるほど、龍谷は徳山の右ストレートを受けても自分の右フックを当てるんだという話もしていました。そういう展開になってきました。さあこの第7ラウンドももう時間がありません。右ストレート、この右ストレートに合わせて右フックを打っていきたい。第7ラウンドが終了しました。朝森ちょっと左の眉間のあたりを先ほどバッティングで切りました。血が流れてきて気になっているんですが大丈夫でしょうか。もうこの時には切れてるんですがね、まあ、そうですよね、深くないといいんですけどね、はい、金髪がちょっと血で染まってきました。龍谷和弘なんとか流れを変えたいところではありますが、試合ももう残すラウンドは5つになってしまいました。第8ラウンドが始まりました。さあ徳山はちょっと余裕でしょうか。左アッパーから左のガードを下げて右を打っていきます。この辺りの動き大橋さんどうですか。右下げた、はい、まあ、徳山君だいぶ、まあ、この、まあ、7ラウンド終わって、はい、まあ、自分のペースで来てますから、非常にちょっと自信を持ってますよ今ね。なるほど、はい、そうですか。右ストレートから左です。大熊さん、はい、チャンピオンの目の傷なんですが、はい、大丈夫みたいですね。浅いみたいです。大丈夫ですか。浅いですか、はい、なるほどなるほど、血は止まっています。現在は止まっています。左フック、左に回って左フックから右ストレート。徳山君は右ストレートを警戒してて、はい、強い左フックが来ると非常にやはり余計にかいんですよね。有効なパンチですね。はい、左フックもこのラウンドからしっかりと混ぜてきました。徳山正盛、有効は手が出ません。相手を見ていますが中に入れません。あ、右ストレート、身長差ですね、はい、身長差とそのリーチの差が違いますから、身長はほんと1センチぐらいしか変わらないんですけどもね、ただ右と左の違いがありまして、徳山の方がその懐が深いわけですよ、はい、龍谷としては攻めにくいですからね。そうですね、まあ、川村隆一さんもチャンピオンは懐が深いなと先ほどからおっしゃってますね。かと、かといってその龍谷のそのボクシングを変えて、ファイターにボクシングやれってもこれは無理なことですからね、はいはい、川村さん、はい、このチャンピオンのうまさどう見てますか。やっぱりね、もうこのままズルズルいくのか、それとももう龍谷がベタ足で中入っていくのか、もう展開としてはその2つでしょう。はい、追っていきます。右当たりました。大橋さん、展開としてはどうなんでしょう。もうそうですね、まあ龍谷君も思いっきりですね、これ打ち合った方がもういいと思いますね、このままズルズルいってしまいますと、もうポイント的にも、はい、やはりちょっと、まあ、負けてると思いますので、はい、もう勝負かけた方がいいんじゃないですかね。なるほど、どこかで勝負をかけなくてはいけないチャレンジャーの龍谷、まあ、でも龍谷君が打ち合おうとすると、はい、徳山君が今度足を使ってね、はい、うまくそのテクニックの差を見せつけるんですよね。なるほど、はい、もうそれで大差で逃げ切ろうという感じのチャンピオンの徳山、徳山君この2つ3つ打った後必ずそのポジションを、ね、入れ替えるんですよね、体の動きを。そうですね、その辺はやはり素晴らしい、はい、右ストレート、ね、右ストレートがこのラウンド渡っている。左ストレートはちょっと距離が足りません。やはり懐が深い。徳山君が足を止めてまとめて打ってきてくれれば、この龍谷君もねこのカウント合わせるチャンスがあるんですけど、徳山君あの連打してきませんからね。なるほど、ただ龍谷が打ち合ったとき徳山がどう受けるのかというところなんですが、徳山は自分が足を使うこともあるし、もしかしたら打ち合うこともあるというふうに試合前は話していました。右がいろんな右を打ってスイッチしましたね。今右が前です、はい、まあ、ラウンドも中盤に差し掛かってますから、はい、徳山としてはそのとその深いをしたね、攻撃はしないと思いますよ。いや、今のスイッチはびっくりしました。チャンピオン徳山余裕なんでしょうか。チャンピオンの徳山がいい形で試合を進めています。もうこれから9ラウンドというところまでチャレンジャーの龍谷は来てしまいました。かなり強烈にもらっています。
まあ、今のもその前の、ね、右ストレートもちょっと合わせような感じなんですけどね、マックスのクリーンヒットしてますよね。流行も手を伸ばすんですがうまく当たりません。さあ流行、大橋さんは打ち合っていった方がまだチャンスがあるんじゃないかという話をしてましたが、ね、まあ、このペースではちょっとペースを変えることできませんからね、なんとかその打ち合ってペースを、流れを引きずり込みたいですよね。竹内さん、まあ、こういうボクシングもいいんですが打ち合うボクシングも見てみたいですよね。そうですね、まあ、お客さんはねそれを期待する部分あると思うんで、流行もこのままでは終われないと思います。とにかく伝説に残る試合にこの試合をするんだと話していました。まあ、このままのペースでいってしまいますと、はい、武藤君この一生悔い残ると思うんで、悔い残さないためにもこの思った攻撃というのが欲しいですね。はい、まあ、とにかくチャレンジするのは最初と最後で決めている流行です。このただ1回のチャンスにどういうボクシングをするのか。まあ、あの徳山ですけども、攻撃ですけども、その回転差ですね、流行がいっている、流行がいっている、ここで打ち合うか、徳山を受け立つか、この規約が欲しいですよね。さあ川村さん、ちょっと打っていきましたよ。やっぱりこの距離でぜひ戦ってほしいです。パンチ当たりましたもんね今ね、左が当たっている。さあ流行が打ってきた、いいですね、今いい見せ場作ってますよ。はい、右ストレート、徳山は流行の攻めに対してどうでしょうか。徳山君の目色変わりましたね、今の攻撃で。はい、足を使うのか打ち合うのか。さあでもまたちょっと流行が入りません。流行の距離にはなかなかなりません。右ストレートから左、軽くパンチを当てます。それほど力は入っていませんチャンピオン。ただね、徳山が相手が打ってくるとこ右ストレート打って、あと左ストレートうまく変えて、相手の出腹をうまく食い止めてますからね、こういう作戦で変えてきたんですね。あっと今のは徳山がバランスを崩したところ左ストレートを打っていった流行です。まだ狙っています、倒す、大事ですね左。さあ徳山を右を返す、ほらあっと右、右、いや打ちましたね右フックね、強力な右フックは初めてという感じです。そうですね、まあ、この回ちょっと勝負かけてるんじゃないですかね。はい、もう後がありません、もう残すラウンドが少なくなってきました。流行行くしかありません。まあ、流行君このペースを、奪い返すチャンスなんですけど、逆に徳山君も KO するチャンスですからね。なるほど、それはありますけども、徳山ちょっと軽いパンチを入れて足を使ってますか。これ右サイド来た、勝負かけたラウンドで、打ち合ってきましたからね、それで倒されたんですからね、まあ、龍谷君も、まあ、悔いのないというか、力出し切ったと思いますよ。川村さん、残念な結果ではありましたが向かっていきました最後は。やっぱり徳山君っていうすごいチャンピオンで、龍谷君も一生懸命、練習したと思うし、今日思いっきりやれたんじゃないですかね。そうですね、まあ、龍谷陣営は右肩のことは言いませんでしたが、なんとなく川村さん右のパンチが出なかったらこの辺りどうなのかなと思いますね。まあ、もうちょっと減ってほしかったっていう気持ちはありますけど、そうですね、この後も皆さんにお話を伺っていきます。そしてチャンピオンの声も聞きたいと思いますが、竹内さん、南の帝王という感じですね、徳山の方が。そうですね、まあ、流行選手も本当によく、いい試合をしてくれました。でも最後の右ストレートはどうでした。いや、我々もうね、やばいパンチですね。強力なパンチでした。さあ、この後は喜びの徳山のインタビュー聞きたいと思います。ダウンを奪った右ストレート。これは強烈ですね。まあ、強烈ですね。踏み込みも良かったですしね。いやでも練習の時から言ってましたけども、本当に綺麗に切れてたんですね。まあ、そうですね、パンチの重みとその綺麗ですね。さあそれでは喜びの声を聞きたいと思います。放送席、放送席、そして会場の皆さん、見事ノックアウトで4度目の防衛を果たしました徳山選手です。
山さん、最後見事な右ストレートでした。そうですね、右ストレートばっかり練習してきたんで、あれが当たんなかったらちょっとやばかったです。対戦してみて、はい、9ラウンドまでいかがでしたか。うん、そうですね、やっぱり向こうもアマチュア仕込みのテクニックがあって すごいやりづらかったです。それにしても今回はですね、試合前から絶好調が伝えられていました、はい、気持ちとしてはいかがでしたか。いや、あれ絶好調絶好調って言ってたんですけど、本当はまああれはちょっとリップサービスも入れての絶好調だったんで、はい、ただリングの上では絶好調に見えましたが。あ、そうですか、ありがとうございます。今日はまあたまたまこういう形で勝ったんですけど、やっぱまだまだ未熟な点が多いんで、これからそういうところを一個一個直していきたいと思います。ただあちらにも駆けつけている大応援団、4度目の防衛を果たしました、長期政権を希望しているかと思いますが。そうですね、ああやってたくさんの応援団の期待を裏切らないためにも、これからも一戦一戦一回一回防衛を続けていきたいと思います。さあ、この後5度目6度目、もうそろそろ話が決まっているということも聞いていますが、改めて抱負をお願いします。まあ、試合のマッチメイクなんかは会場とかそのバックの人に任せてるんで、僕は自分の練習をするだけです。この後も防衛を続けてください。見事な4度目の防衛、ノックアウト、徳山雅宗選手でした。徳山の嬉しいインタビュー、ありがとうございました。あ、最後は会場にアピールです。そして今敗れました龍光は川村隆一さんのところに挨拶に来ましたが、川村さん、目で合図を送ってらっしゃいましたけども、どうでした龍光の顔を見て。やっぱりチャンピオン強かったっていうことですけど、でも僕は今日の龍光君の戦いを見てて、はい、ちょっとやっぱ感動したんで、彼はすごいよくやってくれたと思います。はい、もう行かなくちゃというところに最後に行って、この9ラウンド2分42秒徳山の右ストレートにやられてしまいました。さあ、この後はチャンピオンの徳山が放送席に来てくれるようです。強さの余韻が残っているという感じですが、本当に強烈な右ストレートでした。まあ、このダウンシーンは何度見てもという感じですが、9ラウンド2分42秒正式 KO タイム、そして採点表も手元に来たんですが、ジャッジは結局フルマークですね。8ラウンドまで全て龍光に対して徳山が取っていたということで、今放送席に駆けつけてくれました徳山選手です。あ、何か南の帝王と大阪の帝王が握手したという感じではありますけれども、竹内さん、はい、握手をした感じはいかがでした。いや、やっぱり握力もすごいですね。あ、そうですか。改めて徳山さん、おめでとうございます。ありがとうございます。また改めてこのチャンピオンベルトを腰に巻くことができました。そうですね、まあ、リング上でも聞きましたが、改めての感想はいかがですか。まあ、やってる間は必死だったんで、はい、今ちょっと感想って言われてもちょっと困っちゃうんですけど、まあ、思い通りの展開には持っていけました。はい、放送ただちょっと、はい、序盤ね、もうどうしても僕ここ何試合かずっと序盤がガチガチになっちゃって、ちょっと体にすごい力入ってんなって自分でも分かったんです。それは緊張じゃなくて気合の方ですか。そうですね、気合が空回りってとこですかね。ああ、そうですか。まあ、試合前はね、もう全く緊張しないという話の徳山さんですが、力が入りすぎた、そのあたりでちょっと龍光を見てしまったという部分もあったんですか。そうですね、はい、それ向こう、やっぱカウンター狙ってるの分かったんで容易には入れなかったです。ただあまり右フックを打ってきませんでしたね。そのあたりはどう思われてました。まあ、ずっと隠してんのかなとかって思ってたんで、ただ、まあ、龍光さんが打たなかったんじゃなくて、僕が打たせなかったって感じですかね。距離を作らせないで。あ、やっぱり距離ですか。あ、はい、まあ、そのあたり放送席もですね、さすが徳山選手だなという話が出ていたんですが、私の隣には会長がいらっしゃいました。会長、おめでとうございます。よし、ありました。会長、何もやってないから。たまに言うて、もう早くね、もう何も心配することないし、ね、もう楽勝までいかんけどね、もうなんとかね、もう勝って大阪帰ろうと、それだけですわ。あ、そうですか。そして私の後ろにはですね、フィアンセのチェさんが、いいですか、話に伺って。ちょっとどうでした今日は。もう最高ですね、かっこよかったです。はい、
1ラウンドから安心して見てられたんじゃないですか。そうですね、はい、私が聞いたところによるとそろそろ結婚もなんて考えてるみたいですけども。あ、そうなんですか。どうですかそのあたり。もう全部任せてるんで。ということですがどうですかそのあたりは。まだまだ先になりそうですか、はい、とりあえず防衛してからというお話でしたけども。はい、まあ今はちょっとね、するどころじゃないですか。はい、すいません、なんかあのフィアンセのチェさんが来たんで聞いてしまいましたけども、まあ、とにかくね、大阪のみんなにベルトをお土産できたんで、もう本当に良かったです。はい、大橋さん、改めて徳山選手の凄さというのはどういうところだったか。まあ、やはりあのミニストレートですよね。あのモーションのないミニストレートを連発していきますからね。あのミニストレートってのはやはりもう、あとこのリーチと身長ですね。それであのボクシングをされたらこれからもう10回以上防衛できるような感じしますよね。いやいや、高いですってありがとうございます、回数にはこだわりたくない。こだわりたくない、やっぱり内容という感じですかね、はい、沼さん、はい、いかがでした。まあ、そうですね、まあ、自分の思うというのはそのボクシングですね、公開練習で見せた通りのそのボクシングできたと思いますよね。本当におめでとう。さあ、そして今日はリポーターは井岡さんだったんですが、はい、いらっしゃいますね、井岡さん。井岡さん、はい、改めて今日の試合。そうですね、右スルーでね、ポイント1回から取っていって、内容はやっぱり大差ですよね。徳山が一段と上手くなったという感じが見えましたね。はい、強くなりました。はい、改めてですね、採点表をちょっとご覧いただきましょうか。1ラウンドから8ラウンドまで全て徳山選手が3人ともつけているということなんですよね。だから井岡さんに勝ってなんか、はい、徳山はどんどん強くなっちゃいましたね。そうですね、僕も徳山選手とはもう試合したくない。あ、もうしたくないですか。もうしたくないです、当たり前ですよ。本当にもう井岡さんにすごい、いろんなもの、たくさんのものを、ね、はい、教えていただいたんで本当に感謝してます。はい、そうですね、はい。でもこの1ラウンドから全てフルマークで取ったというのをご覧になって改めてどうですか。まあ、僕の中の採点でもやっぱり取ってたと思うんで、はい、はい、はい、ただ悔しいですね。ああ切れちゃったから。あ、バッティング、はい、どうだったですか。これを受けたところではどんな気持ちだったですか。いや、そんなね、違う目の方に来るってほどじゃなかったんで、はい、大したことなかった。まあ、セコンドでは深い深いっつ、あの浅いとは言ってたんだけど、顔がどう見てもこらやばいねって顔してるんですよ、トレーナー藤谷君なんか。あ、そうですか。井岡さんからのリポートでも、まあね、セコンドの話ですから浅いなんていう話だったんですが、会長ちょっと深かったですか。これでね、セコンドしながら、これで休めるなーって試合さあ、最終ラウンドが出てきましたけれども、最終ラウンド、龍光がちょっと出てきましたね。そうですね、左ちょっともらっちゃったんで、向こうもだんだん調子に乗っちゃったんだと思います。はい、調子に乗っちゃったんだと思います。はい、このあたり相手が出てきたらどうしようという考えでした。いや、もうカウンターを合わせようと思ってたんですけど、やっぱ相手も百戦錬磨の強者だったんで、なかなか合わせきれなかったですね。フェイントなんか交えてきてたんで、はい、でやっぱ左ストレートがノーモーションだったんで、はい、見えづらかったです。なるほどね。ただやはり龍光はどこかでは出てくるだろうという予想はあったと思うんですけども。あ、はい、だもっと序盤からガンガン来るかなと思ってたんですけどね、その辺ちょっと、放送席では龍光がなかなか入れないんじゃないかというような話になってたんですが、まあ、入れなかったっていうのはありますけど、ね、僕が、あ、やっぱりそういう部分はあるんですか。はいはい、だから大橋さん、この徳山選手のこの間の取り方というか、独特の、ね、タイミングというか。そうですね、相手にとっては非常にやりづらいですよね、徳山選手みたいなのは。それはどこで見つけたんですか。いつも そういうタイミングとか間とかいうのはですね、どこで見つけたのかいつも質問するんですが、はい、明確な答えが返ってこないんですが、ご自分ではどう思ってらっしゃいます。やっぱり練習で身につける、やっぱ天性だと思うんですよ、練習があんまり、まあ、生まれつきのものですよね、それはもう、あ、そういうもんなんですかね。なるほどね。でも川村さん、はい、本当にこの距離感というのは川村さんも感心されてましたけれども、はい、あれですね、まあ、龍谷も人生かけてて、でも徳山さんすごいやっぱりボクシングされてたんで、すごく何ですかね、感動したっていうか、龍谷、の分もこれからも徳山さんも頑張ってもらいたいなっていう気持ちと、あと龍谷もいい試合したなってやっぱ褒めてあげたいです。そうですね、はい、はい、まあ前回の KO 勝ち、2度目の防衛戦、チェ・インジュに韓国で戦った時に、まあ、あの時も一発のパンチで KO でしたけれども、はい、その時の KO と今回と、まあ、比べられないとは思うんですが、どんなこう手応え感じだったですか。今回はその前から何発もいい右入ってるのに、はい、やっぱ向こうも気合入ってたんで、ガーッとこらえてたんで、ちょっとその辺ちょっと怖かったですね。
やっぱりあもういつか僕がもらっちゃうんじゃないかと思って逆に。じゃあ本来は倒れるだろうというパンチで龍光は倒れなかったという部分が、やっぱそれだけ気合入ってましたね。なるほど、まあ、本人は倒れても倒れても何度も立ち上がるんだ、伝説に残るような試合をしたいと龍光は話していたんですが、その気持ちはしっかりと出ていたということのようですね。はい、気合は怖かったです気合怖かったですか、はい、竹内さん、はい、改めて試合全体を振り返って、ね、チャンピオン徳山に、やっぱり男同士1対1の、真剣勝負、いい試合を見せてもらって、ありがとうございますいや渋いですね本当に。だから南の帝王となんか大阪の帝王という感じの2人になったわけですが、まあ、先ほどリング上でも聞きました、まあ、なかなか今後のことは今は防衛したので考えにくいかもしれませんけど、今後に向けてこうどういう考えがあるのか教えていただけますか。まあ、あのマッチメイクなんか全部会長に任せて、はい、僕は僕のやるべき仕事、つまり練習を死に物狂いでやっていって一戦一戦防衛していくだけです。うん、まあ、その前にちょっとしばらく休養しますけど。なるほど。でも今年は3試合したい、あんまり間を空けずにしたいという話もしてらっしゃいましたね。そうですね、乗ってる間にちょっと試合数もしたいですね。4ヶ月に1遍ぐらいのペースがちょうど僕にとってはベストなんで、はい、なるほどね。まあ、会長に任せてということで、会長今後こう決まってることとかあるんですか。この傷でちょっと予定が変更やね。ああそうですか。ちょっとゆっくり休んでもらおうかな。そうですか、はい、休みは、会長ちなみに今回はどこ連れてってくれるんですか。ボーナス勝利者ボーナスで、このとこ海外がねちょっと恒例になってたんですよ。そうですね、前回はイタリアの方でしたっけ、ヨーロッパの方行かれてましたね、はい、決まりました。行くの一周もうやっ行くのじゃしょうがないとね、困りますけども、まあ、何か考えてくれるんだと思いますが、本当におめでとうございました。ありがとうございました、はい、そして、今日は解説の皆さん、リポーターの皆さん、ゲストの皆さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この放送